はい、どうもこんにちは。今日は CRF250 のですね、またカスタムを新しく一つしていきたいなと思っております。今日佐川急便から届いたんですけど、すっかり忘れてました。だいぶ前に注文をした、ラジエーターガード、こちらはですね、いろんなカスタムパーツを販売しております木島さんというメーカーからですので、ね、こういうラジエーターガードですね、はい、ラジエーター本体を先頭から守るというものになっております、はい、これ鉄製でしょうね。結構重さありますよね。これ 500g 以上ありそうですね。若干車重は重くなりますけどね、まあ、ラジエーターが破損して、ラジエーター液、ね、冷却水とかが漏れてしまうともう実装不可能になってしまいますので、ね、そういうことのないようにラジエーターを守るためのガードというものをつけていきたいと思います。はい、価格はね、意外と安いです。7546円。ラジエーター本体をね、周りからの衝撃から守るというものですね。ラジエーターのコア、冷却部分ですね、コアを守るものとまた違う、また別の、また別のものになっております。はい、で、取り付け手順に関しては説明書がありますのでね、これで順次やっていきたいなと思います。はい、結構ね、大変でした、作業はね。まあこれ、ラジエーターガード、こういう感じなんですけどね。ここに挟み込みつつ、このラジエーターのグリルガードを中に挟み込みつつ、でしかもね、ここのボルト、このボルトがめちゃめちゃ締めにくくて、ただもううまいことできました。結局ここの曲がりはね、こうやってハンドルを切ったときに、フロントフォークが干渉しないようにね、へこんでるんですよね。うん。左右どちらに切っても干渉しないです。これで完成ということですね。はい。